は老朽化しつつある県営住宅についてです。県は順次廃止を検討して集約する方針を示し波紋を広げています。山本記者の報告です。泉区にある築60年ほどの県営黒松第二住宅、75歳の赤間直美さんは 3K の間取りの部屋で暮らしています。所得に応じて決まる家賃や駐車場の負担は月およそ2万円。年金生活者にとったらこの県のね、いわゆる公営住宅に入居できるってことはとてもありがたいし、ここでの暮らしは半世紀に及び、育て上げた男女4人の子供たちは首都圏や九州にいます。夫を15年ほど前に亡くし、今は一人暮らしです。私も仙台生まれの仙台育ちだし、この自分の人生をね、もう使い切りたい。平穏な暮らしに影を感じたのは今年1月のある夜のことです。夜8時ぐらいかな、ドアポストのカタンって音が しました。ここに A4 の紙1枚が落ちていました。投函されたのは県営住宅の集約方針を知らせる紙、 A4 1枚でした。え、これって何？どういうことって。県は県営住宅が老朽化しても建て替えはせず、残る耐用年数が10年ほどになったら廃止の検討に入ります。県営住宅は101箇所、このうちまず6箇所について10年後をめどに廃止する方針で、その一つに黒松第二住宅が挙げられました。新たな場所に移って、安全な場所に移っていただいて、そして、できるだけご要望に沿った形で移転をしていただいて、古いもう建物についてはですね、少しずつ処分をしていく。県内の人口は減り続けていて、仙台市の人口も数年後には減少に転じる見込みです。一方、市や町による災害公営住宅の建設が進んだため、県は公営住宅全体の戸数が震災前の 1.4 倍に膨らんでいるとして余剰を強調します。公営住宅などの公的な賃貸住宅は高度成長期の1960年前後から活発に建設されました。住宅不足は解消し、今は施設の老朽化と住民の高齢化が各地で課題になっています。ただ公営住宅には年金生活者や収入が高くない世帯への社会保障の役割があります。県は住民に対し近隣の県営住宅への引っ越しを促しますが、そこもいずれは廃止の検討対象になります。引っ越し先の候補に市営住宅や民間住宅も挙げ、波紋を広げています。本市の市営住宅というのは非常に申し込みの倍率が高くてですね、現状で市営住宅にその県営住宅にお住まいの方を受け入れるということは難しい。反発は県議会からも。これは白紙に、ね、戻して市町村ともじっくり話し合いをし、非常に強引であり、こうした進め方に厳しく抗議したい。一部県議が先月下旬に開いた集会には集約方針に不安を持つ住民ら40人ほどが参加しました。もう絶対廃止は止めたいんですけども、高齢の人はどうしたらいいんだろうって、眠れないなって、最終的には老人ホームに行けばいいのかなとかね、ちょっと悲しい。人口減少時代の公営住宅はどうあるべきなのか。都市社会学が専門の東北大学名誉教授吉原直樹さんです。人口減少時代に向かっているということはね、
この、公営住宅をこう集約するという場合のですね、一つのこう配合要因としてはわかるんですよ。ただ、人口の減少とともに、社会の分断や格差の拡大も進んでいるとして、こう訴えます。いろんな層の人たちがアクセスできるような、そういう公営住宅がこれから必要なんじゃないかな。地域によっては、人口とかね、証券エリアとかね、そういうようなことで言って、自立にこう閉鎖ではなくて、ここは残っていくんじゃないかって、そういうこともあると思うんです、資源としてね。神戸市郊外の名前団地は、入居が始まってからおよそ60年。地域活動への参加などを条件に大学生を受け入れていて、高齢化した住民に学生が郷土料理を振る舞うなど、交流の輪が広がっています。兵庫県の担当者は、団地のコミュニティを学生たちが活性化させてくれていると話します。泉区の県営黒松第二住宅に住む赤間さん。パステルと呼ばれるチョークのような画材を使って絵を描くのが趣味です。だからまあ自分のね好きな色、こっからね選んで、綺麗でしょ？簡単なんですよ。パステルアートの教室を仙台市内で開いていて、高齢者や大学生、障害のある人たちに教えています。さまざまな色が生きるパステルアートのような団地を思い描きます。若い人たちも、あのお年を召された方も、それから障害のある方たちも、みんな今までここでやってきたので、いろいろ手助け、協力しながら、町内を運営していくというか、そういう交流のある場所になったらいいかなというふうに思ってますけど。県が廃止方針を決めた六団地では401世帯が暮らしています。多くの住民にとっては寝耳に水ということだったんですね。県は来月から住民説明会を開き、引っ越しに伴う補償など移転支援の具体策を示し、住民の理解を得たい考えですが、先行きは不透明です。